お疲れ様です。今日はこちら目がないとエリゴレやっていきます。さあ、なんとこちらのねエリゴレデッキで先日麦タンが世界一行ってましたというわけで、まあ麦が世界一行けるデッキってことは、まあデッキが強いと思うので今日こちらね、はい、やっていきます。エリゴレしてメガナイト入りです。はい、なんかメガナイトの枠ペッカのパターンもいるかな。はい、まあ、いるんですが、まあ麦がメガナイトで上がってたんで、じゃあメガナイトの方がいいかってことで、テンプレはウィザードですけど、まあ麦がメガナイト使ってたんなら、まあメガナイト型の方が強いよなということでやっていきます。はい、まあわずかな可能性としてデッキが強いんじゃなくて麦の PS ゴリ押しで上がってるパターンもあるんですけどそうじゃないことを祈って、デッキが強いだけだと祈って、はい、やっていきます。で、まあエリゴレデッキはこのメガナイト最後出さなくたって戦えるんで、なんかまあ様子見て出さなくても良さそうだったら出さないプランでいこうかなと思うんですけど、まあこことかは出しちゃうか。なんでやねん、マザネか。いや、まあこれ溜まるのだけやめてほしいな。いや、範囲でいけ、君の出番だ。でかっ、これ熱いね、いい話。まあ適当に手札回ししてどうしよう。これケツエリ、これおー、新鋭隊、え、メガナイト熱っちょっと待って、メガナイトいんのか、これさ、もうコストないけど今。いや、いいね。で、ママーンがいたな。ちょ、ママーン。ママーンはまずいな。コウモリレイジ。え？よし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 。いや、いいね。枯渇？どうしようこれ。組んじゃおうかな。エリゴレダークネスケキンレイジ。ムシムシムシ。よし、まあ逆サイでもいいが、進化助けもあるし、マザネクだけ早めにしばきたい。よいしょ、はい、はいはいはい、進化助け右側、ほい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 、これやばい、シンクスキ食え食え食え、え、もしなんか終わりそう、一瞬だけ取ってあげて、あグッドゲームでした。はい、幸せです。神マッチきたか、デッキが強いぞこれ、俺らでも1いけるんじゃねえかおい。エリゴレ、いや、よし、メガネでもちょっと刺さってはいたか。親衛隊か、最近なんかそんないないんでね、親衛隊、親衛隊引けたのはちょっと嬉しいな。メガナイトの刺さりが良かった。さあ、ってことでどうしようかな、一旦おとなしく初手エリゴレダクネスケキンレイジの、まあギャンブルをしたっていい、まあしなくたっていい、もううざい、強すぎる。キンキやばい、これもうインチキやん。インチキやないですかそのデッキ。さあ、非常にまずい、終わったか、ボムだったな。あ、やばい、これ勝ったら本当に奇跡、マジアチャダイナマイトゴブリンボムでしょう。すべてに勝てないですけど、まあ、ワンチャンつかめんのかって話よね。まあ、撃っちゃうか。このね、シュレック大佐がね、本当にイカれてる。イカれすぎてるんだよな。
まあまあ。あるよ。幽体ってはね、呪文ないんだね。こっからの削りが大変なわけですよ。まあここは一旦ね、無理です。え、これワンチャン事故らん？あーね、事故りそうで事故らない。そして あんた誰？マジで強すぎる。走んな走ってくんじゃねえ。いや、ワンチャンあるな。このダメージ受けてなかったらマジで耐えてあったんだけどな。ゆっくり行こうか。俺は相手メガナイトスケキンうざい。まあそれで入んのもまずいし。いやこれね、マジでハゲんな。でもいやー、まあこっからそっち？いやーマジキングギド終わってるわーこれキングギドまずすぎる。なんやこれいや、メガネちょっと悪くねえんだけどな。バイキングって強すぎやんっていう話。初手マジアちゃんのぶち抜き食らわなければちょっとあったか。はい、まあなんかエリゴレの限界を感じたな今今のは仕方ない仕方ない。麦でも負けてるやろこれ勝てんのかこれ。あの初っ端のダメージ痛すぎるな。やり返すか今回俺が。もう初手からエリゴレダクネレイジやって、運ゲーさよならバイバイやっちゃってもいいが、ダクネがない手玉押しして、あちゃ食い。あちゃ食いロイフグ的な。え、全然違う。範囲で。おい、え、何このアイテムデッキ、あんま見ないな。やばい。ヤンキー攻めされた。だがしかし、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 よし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 、
ゴーストアチャクイロイカ、珍しいな。マジで珍しいな。アチャクイ？なんかもうブッパで勝てねえかな。キングキドはダメ、やべ。それ強いな。え？ま？ え？ 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 マジっすか、進化メガナイト。え、ラッキー。メガナイトのおかげで勝ったぞ。今のやべえな。ありがてえ。メガナイトで勝てんのか。あー、なんかめんどくさいな。許してください。使いすぎか？3体は無視できるかな？痛いな。まあ、流行りの迫撃？このプリンセスタワーだな。ちょっと違うかもな。まあ一旦耐えたいかな。どうだろう。まあプリンタワーなんでメガナイトも意外と雑に出してもよかったり、なんかメガナイトダクネで事故ったりしねえかな。やだめ構えてレイジも、レイジ欲しいねこれ。絶対にいいレイジになりそう。お願いコウモリエイテ、やだめかダクネ？おつ？え？え？エリゴリがいらねえのこれ。なんだこれ。あれ？お、デッキ強えぞこれ。メガネとダクネで勝手に倒れたぞ。そんなつもりじゃなかったのに。そんなね、攻めようと思ったんじゃなかったのに。おや？デッキ強えだけかこれ。どうなんだこれ。あ、いた、諦めたか。で、はじめまして。エリゴレもあります。はい。いいの？メガナイトが、どうだろう？相手が、ブラスターの時は、まあ、正直メガナイトいらない。けど、プリンセスターの時にちょっと強い。じゃ相手のタワーとかまで一気見て、まあ、メガナイト出すか出さないかみたいな。うん、いいよ。ラッキー、これもなんか。ズルしてる気分なんな。さあ、今回は、ブラスターなんで、まあ、メガナイト結構溶けやすいんでね、相手ブラスターだと。まださすがに、これは出すか。近畿だけマジ勘弁してほしいな。行ってもいいけど、行かなくてもよかったり、近畿ボールできんのか、トレネがない限り。オッケーオッケー、よしよし。マイティ、はい。マイティ、うん、つって。うん、つって。よし。
それだるいね。ポイズンなことあんの？かわいそうじゃねえなんか俺。あれでもなんか まあまあなダメージが。剣撃倒したかった、ものすごく。なんかでも勝てそうだな。これ守ったらさ、いやこれ逆にちょっと入んね。でかい。え、でかすぎる。このダメージでかすぎるんやけど。なんか勝てそうじゃね。ポイズンウッドって非常にまずいんですけど、普通は。なんかメガナイトも進化だし、なんかもう一生守れば一応勝ちなんですよ。俺あんま攻める必要がないっていう。はい、コウモリで。よし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 、守りは勝ち、守りは勝ち。メガナイトもある。なんか楽年が苦しそう。いいよ、エリゴレ。俺出したっけ。あ、最初に出したんか。え、いいの。メガナイトはまあ刺さりそうな時にだけちょっと出しとけばいいみたいな感じ。そんな適当に出すのはどうなんだろう。もったいない場面も増えそう。なんか単体メガナイト自体はね、1コス2枚で守ったり、別にナイトだけで止まったり簡単に止まるんでね。なんか刺さりそうな時にだけ出すぐらいが良さそうですけども、なんかどう考えてもラバープレイヤー来たわ。ラバープレイヤー嫌だね。なんか待ってくるのが嫌だね。めっちゃ待つやん。メガネているかな。マジで待つやん。やばい、対抗俺ダクネしかないんで、結構こいつは重要なんですよ。珍しくない。え、なんかちょっと普通とは違うラバーだな。フェニホバ。インドラとかいなさそうだしな。ババね。まあ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 、ババアを今裂きました。でもう一枚のリークが墓石、墓石かなぽいよな。僕墓石持ってますの顔してるもんな。墓石ですよね。やばい、このボイド下手すぎるかも。
ギリギリ生きて帰れる世界はなかったりなかったりあったりなかったり。いやー、なんか普通のラバルぐらいだったら勝てそうに見えるっすけどね。守り特化はちょっとだるいな。え、ディエゴ B 来た。モトプロだ。モトプロの中でもだいぶ強い方。ウッド、なんだろう、エリゴレ刺さってくんねえかな。あ、着色よく、これまずい。近畿が嫌すぎるんで一丁。頼むよし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 、やばすぎる。はは、間だ500しかねえぞ。勝ったよ、やばい相手のロングにメガナイトで踏んでエリゴレつけただけ。簡単か、諦めてくれたっていいんだぜ。はみ出ろはみ出ろはみ出ろ。518はね、呪文で削れますよ。エリゴレ出しときは海外の猛者も簡単に勝てますよと。えい、もうレイジで削っちゃったりね。これが嫌なんだよな、エリゴレ呪文削りもあるんでね。しかもこれメガナイトもスキギンもある。ボイドでさよなら。 M うまいね。パチコーンっつって、まあまあ別にいいんですよと、どうだっていいんですよと硬いよ俺の土回り。キンキ、いやーうまいけどね、対エリゴレにうまいとかあんま関係ないんだよ。よいしょ、はいエリゴレもあるよー、とどめのレイジ、はい気持ちいいなぁ。いや刺さるでね、こうなって、しかも豚にはメガニート、気持ちいいねいやなんか序盤のエリゴレがやっぱ強いのかな。メガニートの後ろにエリゴレつけただけで相手の打は500いいの。まあでもこれで世界1位ってなるとちょっとすげえな、わかんねえな。一生相性良さそうなの引ければあんのかもしんねえがね。さっきのあのボムタワーとかさ引くと結構むずい気がすんな。やべまたクロスや、もうええって、お腹いっぱいだって。許された、相手のエリゴレ分のアドがテスラで助かった。いやーバルキリーはまずいな。まあでもこれメガナイトでしか崩せない気がすんな。アイスイズバルキリーまずいよ、しかも進化テスラよ。普通にやったら絶対勝てない。じゃあ普通にやらなければいい、そういうこと。
おかしくね。話がちげえだろ。無理だろじゃあ。諦めたっていいし。いやマジ絶対無理やん。いやこんなんさ買ってんのって話だよ。楽しそう。今から30秒防衛して防衛クロスチャキッつって、チャキチャキッつってテスラ置いちゃって気持ちよさそう。足前にいっぱい立てて、ああ、お、あ、これ勝てんのかな。しょっぱなままヘナチョコなければ勝てんのかな。怪しいけど、雑エリゴレやめとくか。あいつなんか取り返しつかないんだね。枯渇？いやそれさ生きてないっすか。その足前プリンをしとけばさかっこいいとか思ってない。バルキリーだけマジやめて、思ってない。大丈夫か。てかいや撃ってくる。やめて、はみ出ろ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 。よし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 、でかすぎる。あなたが端前プリンをしたからです。いやまずチンパンだな。これででも安定しなさすぎん。これでまじ安定して勝てるの麦ったんだけ説をちょっと唱えたい。だからさっき言ったよね、端前プリンしとけばかっこいいと思ってんでしょあんた。はみ出ろ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 、お願いお願いお願い、うんでうんで入れ、うんでうんで、さすがに負けないよな。さすがにこっから負けないよな。俺大丈夫かなっていうっていうのは暇すぎる。いやマジこれ一回攻めなきゃまずいかな。守ってばっかだったらなんかいかれそうな。先置きの進化テストラ、これちょっと熱いか。左側狙いに行っちゃうか。メガナイト今んとこまあ飾りではあるが、やっぱ俺にコス返してほしい。テスラとかいうのが強すぎてやばい。ハッシュマイプリンも一応ある。あれで嘘って言ってよ。素晴らしすぎる大逆転を見せてしまうな。これは左もちょっと狙いたいんだよな。なんかすごいマジ何がどうなってんのか本当に分かりづらいけど、キングが落ちそう。よし、うわー。安定感なさすぎるよなこれちょっと。メガネっていらんしな。さあというわけでこちらメガナイトリゴレね、まあ麦がすごいだけみたいなところは
結構ありますね。なんか簡単に勝てるときは勝てます。はい、ま、けど簡単に負けました。ぬるっと負けてなんやこれって感じもしたんで、なんか安定感がすごいないが、結構楽しいデッキかなと思いました。まあデッキが強いだろうって思う方はぜひこちらやってみてください。ちょっとここおっしゃすガイラに右の貼ってます。ではお過ごし、またね。